皆さんこんにちは、むっちゃと申します。2022年のシュブバリーディングを振り返るということでですね、ディープインパクトが11年連続を獲得した総合リーディングからですね、シバリーディング、そしてダートリーディングと全体的なまとめっていうのをねしていこうかなと思います。で、まあまさにね、異業としか言いようがない11年連続リーディングではありますけれども、まあすごいのがね、この数値であっても父サンデーサイレンスの12年連続にはねあと1年必要っていうのは本当に偉大すぎる父としか言いようがないですよね。一応サンデーサイレンスの場合は最終世代が4歳になるまでリーディングを維持したっていうことになっておりますので、まあディープインパクトもね、実質的なラストクロップは現4歳世代ということになりますので、まあ同じ推移をするのであれば今年までリーディングを取る可能性っていうのはあるものの、まあただ今のね、賞金体系とか早熟性が重要視されるっていう時代においてはですね、やっぱり2歳3歳っていうところのも比重は小さくありませんので、あくまでこの全体的な賞金リーディングっていう意味ではやっぱり変わってしまう可能性は大きいのかなとは思ってますかね。まあどちらかというとやっぱりね、そのイギリスダービーとか狙える馬もいますんで、そういった質というかね、まあ夢を追う年にはなってくるかなと思いますね。まあではですね、戻りまして、まあいろんな数値からね、いろいろと探っていきたいなというところですけれども、まあまずはね、今出走している馬が多い勝馬としてはですね、やっぱりこれはロードカナロアが圧倒的っていう感じにはなってますね。455頭っていうのはもう2位に100頭以上の差をつけてトップと。まあただですね、これだけ頭数が多いながらも、その賞金ランキング的には抜け出したわけではないっていうのは、他の勝ち馬率と、そして舞台等っていうのがかなり影響しているところがありまして、まあ逆にね、出走頭数が少ないにもかかわらず、賞金では上位に来ている馬っていうのは、その要素が良かった馬ですから、まあ出走頭数さえ増えてくれば、もっと上位に来る可能性っていうのは、まああると思いますよね。で、まずはその年間のね、勝ち馬率っていうところで見ていきますとですね、まあここでトップに立ったのはシニスターミニスターということでね、いやー、これはちょっと意外な感じですよね。あのディープや金亀絆よりも高いっていうのはちょっと衝撃的な数値かなと。まあシニスターミニスターの場合はね、その馬場的に言うとダート一辺倒という感じではあるものの、その早熟性もありつつ、やっぱり成長力もあり、生き長く活躍できてるっていうところもありまして、今回の数値につながったところかなって思いますよね。で、まあディープや金亀はね、もうさすがとしか言いようがないところではあるものの、やっぱ絆とかドラメンテっていうのもね、もうめちゃめちゃ高くて、まあ特に絆はね、やっぱこの中で言うと、やっぱり繁殖的にもまだ日高の馬が多い段階で、芝もダートもがっつりいけてる状況っていうのは、やっぱすごいなって思いますよね。やっぱりその成長力的な面で言っても、2歳戦がダメってわけでもないですし、小馬になってからの G1 勝ち馬なんかも出てますからね。やっぱりいろんな意味で潰しの効く勝馬なのは間違いないと思いますね。で、次に重賞勝ち鞍っていうことになっておりますけれども、ここはね、動画にもしてきたようにロードカノラーがディープ以上の数値にはなりましたけれども、まあこれだけの数値でリーディングトップじゃないっていうのもなかなかね不思議なところだとは思うんですが、やっぱりその短距離が中心であったり、クラシックや王道路線、まあさらに賞金の大きいところで G1 を勝つ馬が出なかったっていうのがやっぱり響いてるとは思いますよね。まあただ今年最も驚きだった馬としては、やっぱりここの数値に関してはエファネイアかなと思っておりまして、まあやはり単位付けロ1800万円にね一気に値上げしてもしっかり満口になった年でもありましたし、かなり期待されていた年ではあったと思うものの、最終的な伊豆上の奇跡の重賞1勝のみっていうことにはなりましたからね。特に今年は期待されていた2歳戦3歳戦でのやはりその早熟性を見せての受賞勝ちが見られなかったっていうところはちょっと心配なところではあるのかなというところで、まあやっぱり今の満口になってないっていう状況からは若干評価を落とした感っていうのはまあありますよね。まあただですね、その重賞は勝ってないとはいえ、やっぱり2歳戦での勝ち馬率っていうのはトップクラスのものがありますから、まあ変わらずね、この早熟性っていう意味では高いのは証明しておりますんでね、まあ来年は大舞台での勝ちっていうのも期待したいところですね。で、そして AI 順で見ていくとこんな感じになりますね。まあ個人的にはやっぱりここがね、率も重賞もある程度総合的に踏まえての数値ということになりますので、まあもちろんその少ない頭数とかの馬たちとかっていうのは考慮をする必要はあるものの、ある程度ね、出走頭数が揃ってる中
中でのこの数値っていうのはかなり参考になると思いますね。そういった意味ではやっぱりキングカメハメハとディープインパクトがね、まあもうどれだけ突き抜けている数値かっていうのがもう分かりますよね。他の商売の2倍以上、まあ単純に年間で稼いでるっていうことになりますから、まあさすがとしか言いようがないですよね。とはいえね、まだ3歳世代までとはいえ、キタサンブラックもイクイノックス他やっぱり王道路線でのね、賞金高いところでの構想っていうのが目立ってましたから、やっぱ 1.89 っていう数値はめちゃめちゃ優秀でですね、まあまさに大台の1000万円でも満口になるっていうのも分かるところかなと思いますね。まあただやっぱり絆もね、5歳世代まで揃ってもう本当に商売の能力そのものがね反映される段階になってきましたけれども、それでも 1.64 ありますからね。それこそここの数値だけで言うと、あれだけね王道路線で G1 を勝ちまくったドラメンテよりも高かったり、もちろんライバルエファネイアよりも高かったりするっていうのはですね、まあもうどれだけアベレージ高く1頭が安定して走ってるかっていうのが分かりますよね。重賞や G1 勝ちは目立ったものではなかったですけれども、本当に条件クロスやオープン等ではかなりの頭数が稼いでいたということでね。で逆にオルフェーブルなんかはそのアベレージっていうよりはその一発で稼いでいたタイプになりますよね。まあ今回は中央のみのリーディングにはなっておりますけれども、地方ではさらに順位も良く数値もいいっていう本場はなかなか使いどころに迷うところではありますけれども、ただやっぱ晩成傾向っていうところを考えると、やっぱどうしても JRA だとね3歳までに1勝しないと残れないっていうところがありますので、割とそこら辺は地方向きの商売とも言えるかもしれないですね。やっぱ維持費等を考えるとかなり中央と地方っていうのは差がありまして、その本格化するまで待つっていう意味ではね、馬主さんにとってはそちらの方がやりやすい面っていうのもある気がしますね。まあ他まだね2歳戦とか3歳戦までしか出走してない新商馬なんかは低くはなりやすいですけれども、まあしっかり1位まで到達してはいますから頑張っていると思いますね。ただまあやっぱり全体的にダート商馬っていうのはこの AI でいうと低くはなりやすいですね。やっぱり全体的に見ると中央は島の賞金がね特に G1 の数的に言うと占めているところがありますので、ヘニーヒューズでも 1.16 とかですからね、死に身にも 1.1 ですから、まあ、やっぱりここら辺を見てもダートの本場は地方と言えるところかなと思いますね。じゃあちょっと今度は馬場別でね詳しく副勝率等も含めて見ていきたいと思います。まずはその大本命の中央の芝っていうことになりますけれども、まあシンプルにね総合リーディングそのままの馬も多いんですが、このドラメンテと絆の位置が逆転してるっていうところはありますね。でまあここでやっぱり一番大事かなって思ってくるところは、まあ個人的には副勝率かなと思っておりまして、やっぱりここがねこう一番たまたま走ったっていう例の割合が少なくなる数値だと思ってるんでね、まあ、最も芝適性っていう意味では判断できるところかなと思いますね。でまあやっぱりね出走は少ないものの、外国のレジェンド勝馬ダークエンジェルとフランケルっていうのがかなり高い推移にはしてまして、まあこれはもちろん優秀な勝馬っていうところはあるものの、やっぱり海外から輸入してくる馬としては母系もねいい馬が多いですし、単純にね購入価格とかも大きい馬が多いんで、そういった少数制になってるっていうところも影響してるとは思いますね。まあただ意外だったのがデクラレーション・オブ・オーでこんなに高いとちょっと思いませんでしたね。トップナイフが G1 2着まで行ったのもすごいですが、全体で言っても全然芝適性が高いと言えますね。まあ確かにねメルボルンカップ勝ち馬なんかも出ていたり、自身もヨーロッパ馬だったりはするんですけれども、ウォーフロントの後継って若干ちょっと万能ではあるものの中途半端感っていうのもあって、やっぱここまで極端に高くなる馬ってアメリカン・ペイトリオットもザ・ファクターもそうではなかったんですけれども、いやでもさすがに本場の場合は 30% 超えてくると普通に日本でも芝で上位に来れる馬なのかなと思わざるを得ないところですね。このまま来年も終わった時点でこの数値維持してたら、いや本当に面白いタイプの馬ですね。デュードバンとかも出ているように、やはりこの系統らしくダートも生きる馬出てくると思いますんでね、まあ人気になるのもちょっと納得な数値でしたね。である程度何百っていう数値になってくると、やっぱり車台系の馬だったり高額商馬たちっていうのもガツリと並んできますが、まあこのラインに入ってくるビッグアーサーっていうのも面白いですよね。 29% 勝率 11% っていうのはもう繁殖の質考えると相当
高い数値ですね。やっぱりこれは短距離だったらもうどれだけ独占して本馬が強いかっていうのが分かる数値だと思いますね。こちらがっつりと全ての要素をまとめたものになりますが、この平均距離見ていただければ分かるように 1208m っていうことで、まあ、ほぼ全てスプリントの勝ち倉っていうことになるんですよね。まあ、これだけ特化してればやっぱりブルーオーシャンな舞台ですんでね、まあ、こんだけ突き抜けた数値になるということですね。まあ、やっぱりロードカナラもね、当然この舞台強いっていうことではあるんですけれども、やっぱり繁殖とかががっつりこう中長距離タイプとかね、そういった馬も多いですし、まあ、あとは単位付け量とか購入価格も大きいですから、やっぱなかなかね最初から短距離路線目指すぞっていう感じにはならないですよね。もうクラシックオード路線を行ける価格というか、行かなければならない価格に今は設定されておりますので、そこら辺がちょっと若干中途半端になっちゃってる感は、まあ、ありますかね。で、逆にちょっと低い馬たちっていうのを見ていきますと、一番興味深かった年となったのは、まあ、ドレフォンかもしれないですよね。去年ジオグリフが出て、タイ作りも700万になって、もう即満口になったっていうのは、やっぱり芝適性があるってこう見られた面も大きかったと思うんですよね。で、今年3歳になって年間通して走ってみてどうだったかっていうと、まあ、231回出走して、複勝率 17% っていうのは、まあ、必ずしもやっぱり高いとは言いづらいところはあると思いますよね。で、ディスクリートキャットも、大盤振る舞いが受賞勝ちましたけれども、やっぱり全体的には高くないっていうのは、やっぱりこれは、ストームキャット系っていうのは基本的に、やっぱ、ダート一辺倒に最終的にはなりやすいっていうところはあるんですよね。結構2歳戦って理論は説明できないものの、結構勢いでダート勝馬が芝でも好走するっていうことが結構あって、まあビットリオドロサンクなんかもね、お祭り男頑張ったりはことしましたけれども、やっぱ基本的には年齢を重ねるごとに血が顕在化してくるっていうことはね、ちょっと覚えておいていいところじゃないかなって思いますね。で、エイシンフラッシュもね、 G1 勝ち含め重賞3勝というインパクトはありましたけれども、全体的に見るとやっぱりスピード不足感があって率は高くないですね。まあ、ただ本当当たった時っていうのはやっぱりがっつり中長距離路線行けますから、そこがねヨーロッパ血統の魅力ではあるんですよね。もうスタミナは十分なんでね。そして次、最近熱いダートも見ていきますと、こちらはヘニーヒューズがね、まあ、それこそ何年か連続でリーディング取り続けてるぐらい圧倒的ではあるんですよね。まあ、ただその副勝率とかで見ていくと、やはり負けてない勝馬なんかもおりまして、なんと今年最もダートで副勝率が高かったのはキタサンブラックということになりましたね。いや、これもまたねちょっと意外なところではありますけれども、まあ個人的にその血統的な面から言うとね、ブラックタイド×桜爆笑っていうのはダート色がそんなにあるわけじゃないと思うんですけど、やっぱ馬格があるっていうのが大きい気がしますよね。500何十キロとあるところはやっぱり3区にも引き継がれてる面は多いかなって思っておりまして、そこのメリットっていうのはやっぱり大きいと思いますね。で、それに続くのが金亀で 30% と、まあ、やっぱりここら辺がねもう万能の神と言われるゆえんですよね。やっぱりそういった面っていうのはドラメンテにもね引き継がれていて、 29% っていうのはもうこなしてるとしか言えないですし、それこそ地方の G1 も出ましたから、いや万能系統ですよね。とはいえね、ディープ系統ではありますけれども、絆もねやっぱりストームキャットの良さが出て 28%、 ハピっていうね、もうノリさんが来年はやばいって言ってる馬もおりますから、まあほんと芝でもダートでもねしっかり王道を狙える優秀な馬だと思いますよね。これでねノーザンの良血繁殖がこの後来ますから、やっぱ個人的には今回数値を見てみてもリーディング候補なのは間違いないと思いましたね。で、まあ戻るとやっぱシニミニもね高いですし、ドレフォンもやっぱダートならねトップの素質はあって高いですし、っていうかもやっぱりストームキャット系はねやっぱこっちに来るともうみんな高いっていうのがまあわかると思いますよね。もうとりあえずこの系統を輸入してきたら、まあ、大外れはしないっていうのは言えると思いますね。で、逆に苦手な馬っていうのを探していきますとですね、やはりエイシンフラッシュさんが200回出走して副賞率 13% ということで、これノベリストとかワールドエースとかもかなりダートの勝率っていうのが低くてですね、これらに共通することって母系がドイツ血統ということなんですよね。まあ、ですからそのヨーロッパ系の中でももしかしたらドイツ血統は日本のダートはちょっと合わない可能性があるっていうことで、これはちょっとね気になるところというか、まあ、つまりは今後だとワールドプレミアとか、あとは新勝馬サリオス
ですよね。その系統がもしかしたらこれらの馬と同じ傾向になるっていう可能性はまあなくはないと思いますね。まあただサリオスの場合は先ほど言ったように馬格に関してはかなりあると思うので、そこがいい方向に出れば血統を覆す可能性はありますね。であとは意外なところだとスマートファルコンとかね、フリオーソとかもちょっと中央のダートだと合わないんですよね。これがやっぱ地方ってなってくると砂の深さとか形態とかも合うのか結構変わってくるんですけれども、まあ意外とこうやって同じダートとはいえと違う傾向を示す商売っているんですよね。であとやっぱりディープとかブラックタイドもね、基本的にはやっぱりダートをこなせる血統ではないっていう、ウィンドインハーヘアはやっぱりヨーロッパで頑張った馬ですんでね、そういったところも出ているからこそあれだけ芝で強いっていうところもありますんで、やっぱここら辺を見るとね、北さんブラックがこれだけ高いっていうのはなんか他の要素があるんだろうなっていうのは分かると思いますよね。でさらっと BMS 母の父リーディングも見ておきますと、こちらも3年連続で金亀のリーディングっていうことでね、まあどれだけ影響力が大きいかっていうのを感じますよね。まあ、ただやっぱり突き抜けて高くなりやすいのは、まあアメリカを中心とした海外商売っていうところはあって、まあいつも言ってるようにやっぱアンブレイドルズソングの相性がもう化け物ですよね。22年に出走した44頭のうち22頭半分が勝っていると。で重賞も G1 も沸かしたジャックドールどうか出ておりましてね、まあやっぱりこれからの時代はね、アンブラとストームキャット、この血が入ってるところが一番硬いっていうのは言えると思いますね。そして最後にシューバリーディング、まあ、全体的なまとめとしてはこんな感じになっておりますね。ネット競馬さんが一番こういうまとめ的なところでは見やすくていいですね。まあ芝の勝率とダートの勝率をね比較してみたりっていうのもなかなか使える情報だと思いますからね。やっぱエファニーヤとかは極端にダートが数値としては芝と差が出るっていうのは感じますし、やっぱ先ほども言ったようにヘニーヒューズ、ストームキャット系の芝とダートの勝率の差っていうのは感じますよね。また先ほど言ったウォーフロントのアメリカンペイトリオットとかザファックターを見ていても、やっぱり芝もダートも同じような数値っていうのが分かりますよね。まあですからそんな中で出てきたね、芝であれだけの数値を叩き出したデクラレーションオブオーっていうのはちょっと意外でしたよね。で見てなかったところで言うと、その芝の距離の長い順で見ていくと、やっぱりステイゴールド系の距離の長さっていうのが目立ちますよね。オルフェーブルも 1900m とか超えてますからね。基本的にやっぱりリーディングを取るぐらいの中長距離タイプっていうのはここが 1800m 前後になりやすいですね。逆にやっぱり長すぎたり短すぎたりするとちょっと王道の稼ぎやすい舞台からは若干外れている可能性があると見ていいと。短いところで言うとやはり先ほどのビッグアーサーであったり、あとやっぱ金シャサの奇跡とかミスラボニータとかも若干短くはなってくるので、やっぱ富士奇跡系はこういう傾向にありますよね。でダートで言うとですね、これ最近私が思うのはやっぱ距離が長くなるほど日本の砂適性独自のものが求められてくるというか、やっぱこっちの方が日本の商売っていうのもアメリカの商売に負けてない印象っていうのはありますね。ただやっぱ短くなればなるほど、まあ、ストームキャット系を中心としたそういったアメリカ系の商売が目立ってくるかなっていう印象ですかね。実際 1200m とかのリーディング出すとほとんど USA の文字が並んでたような気がしますね。とはいえね、前にもご紹介したリオンディーズなんかが謎の適性を見せていたりもして、いやめちゃめちゃ短いですね。やっぱ改めて見てみると29勝して1370m っていうんですから、まあ結構参考になる数値だと思いますね。ということで皆さんはね、22年の勝負リーディングどういった印象を受けましたでしょうか。まあ個人的な予想としてはもうこの年からね、絆とかエファネイアの時代ががっつりと来るのかなと思いましたけれども、まあ今年はね正確な順位を出せればいいなと思います。少しでも参考になったらうれしいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。